綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、皆さんこんにちは、まおです。ちえです。2人合わせて、せーの、ちえまおです。聞いたことないな。はい、ということで今日もですね、こちら御殿ブラントゴルフクラブ御殿場さんに、はい、来ています。お願いします。ということで今からですねする企画は3つあります。はい、1個目、1個目、初心者の方に向けて、はい、マナーとかをお伝えできたらなと思います。はい、ぜひ、はい、見てほしいです。はい、その2、ゴルフやってる男性の方もたくさん見てると思うので、ゴルフ場で、はい、やってる、おお、モテる行動を、そうですね、実際にコーナーあって、あ、いいなって思ったことを、私たちの経験をもとにお伝えします。はい、その3、今日は真央ちゃんの練習ラウンドということで、はい、私がいつも練習ラウンドでどういうところを見て回っているのかというのを、はい、教えてもらいます。はい、教えます。なので皆さんも一緒に勉強していきましょう。レッツゴー。それではまずティーグランド編、はい、じゃじゃん、やってみましょう。ティーグランドは結構いろいろありそうですね。そうですね、お願いします。お願いします。ブブブ。分かったかな、みんな。ティーグラウンドの時は基本的には一人だけティーグラウンドの中に入るようにしましょう。はい。だからこんぐらい離れとったら、ちょっと離れたところで、ですね、見ててください。はい。お願いします。あれってさ、どんぐらいまで構えたら速やかに打ちましょう。そうですね、はい、スロープレーになるとペナルティーになっちゃうので、はい、サクッといきましょう、はい、打つ前にちょっと確認をしましょうってことでね。待ってる間とかにそういうのはできるだけ確認してください。確かに、うん、お願いします。じゃあちょっとティーショットはまおちゃんが代表で、はい、まあ刻んで打ってもらって、またセカンドのところで、はい、はい、ナイスです。ブブブブブブブ、これダメですね。こういう場合はダフったらカートとかに目打ちがあるので目打ちをしましょう。はい、はい、完成です。こんな感じです。結構すぐ終わるのでひと手間かけましょう。はい、ナイス。短い。カート持ちじゃない。はい、ここからグリーン周りになるのでバンカー編を取っていきます。どうぞ。あった、ブブー。バンカーに入るときはこちらの高いところじゃなくて浅いところ でなおかつボールからできるだけ近いところから入るようにしてください。はい、ここからナイス。ナイス。よし、出た。ブブー。バンカー打った後は、はい、自分の足とここの打った後をしっかりバンカーの冷気で鳴らしてください。はい。次の人が同じとこに入るかもしれないのでお願いします。
次のホールがあっち側なので、できるだけクラブは次のホール歩く方向に置きましょう、はい、クラブ遠いんで一回戻っていって時間かかっちゃうので。ナイス、ナイスです。もちろん時間があるときはいいんですけど、後ろが詰まっている場合はクラブを入れずに先にカートに乗って次のホールへ移動しましょう。はい、結構それ大切ですよね、はい、だいぶ速くなるんですよね、これだけで。そうですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ございます。めちゃめちゃ勉強になりましたね。いや普段からできてるからできてるから、ちょっとね、わざと演じてもらってありがとうございます。ちょっとしたところなのでね、実践していただければなと思います。はい、以上ゴルフ場でのマナー講座でした、はい、次はいよいよあれですね。モテちゃう、モテちゃう、これはもう必見です、はい、次の動画もお願いします。期待しててください。期待します。